第2試合ハンマー拓対ウルフウルシの一戦です。両者入場してきました。ハンマー拓はこれが2戦目、昨年のデビュー戦で KO 負けを喫してしまった。リングネームをハンマー拓に変えて今後に向けての自信をつける一戦にしたいと、そう語っていましたハンマー拓。このハンマー拓は初めの一歩のハンマーなおから取ったこの名前、この名前に恥じないように戦いたい、そう語っていました。こちらは赤コーナーウルフウルシです。これがデビュー戦、20歳、寝屋川石田所属、枚方市出身、地元ということで多くのファンが駆けつけています。デビュー戦ということでとても緊張はしているんですが、たくさんの方々に勝利を見せたい、そう語っていたウルフウルシです。ウルフウルシ20歳の選手、これがデビュー戦です。ハンマータク岐阜県出身、これが2戦目です。第2試合 59.5 キロ契約4回戦で行われますハンマータク対ウルフウルシの一戦です。まずパンチを打っていったのは青コーナー、青いグローブ黒いパンツのハンマータク、これがデビュー2戦目です。そしてパンチを返していったのは赤コーナーウルフウルシ、これがデビュー戦。下から上へパンチを出していくウルフウルシ、デビュー戦で緊張はしているものの思い切って前に出てパンチを出していきたい、そう語っていましたウルフウルシ。右ストレート、ハンマータクの右のストレートが顔面を捉えました。デビュー2戦目とあって少し落ち着いて試合に臨みたい、そう語っていました右のストレート。間合いを取って右のストレート。デビュー戦を振り返ってデビュー戦は少し緊張してしまってパンチをもらってしまった、だから今回はしっかり落ち着いて試合に臨みたい、そう語っていましたハンマータク。しっかりガードを上げてボディに仕込んでいきました。このウルフウルシもしっかりガードを固めて前にプレッシャーをかけていきたい、そう言っていましたウルフウルシ。いいジャブが出ました。ジャブワンツーと打っていってボディに打っていきます。ワンツーボディに打ち返していく。ウルフウルシは上下パンチを打ち分けています。左のジャブ、右のストレート、右のボディ打ち込んでいく。右のストレートを返していったのはウルフウルシ。前に出てきたところしっかり打ち合っていきたい両者の戦い。右のストレート、どんどん前に行っているのはハンマータク。
右のストレート、ウルフ・ウルシュはこの右のストレートの打ち終わりを狙っていきたい、そう語っていました。接近戦になったところ、相手の動きを見て左右と打ち込んでいきます。飛び込んでいって左、このジャブを起点に展開していきたい両者の戦い。ジャブを打って右のストレート、左、右のストレートは空を切りました。どんどんプレスをかけていっているのはハンマーアタック、右のストレート、右のボディ、右のストレート、接近戦になったときどんどんパンチを集めていきます。ウルフ・ウルシもパンチを出していく、右のストレート、しっかり顔面を捉えた。第1ラウンド終了です。両者ともに手数を出して相手のタイミングを見ている、そんな第1ラウンドになりました。先ほどのハンマーアタックのこの右のストレート、顔面を捉えていきました。ジャブからのワンツー、右のストレート、少しフラッときたか、ウルフ・ウルシ、ここも激しい打ち合いになっています。右のボディへ、ただ左のフックを返していったのはウルフ・ウルシ。両者ともにパンチ手数が出ています。第1ラウンドです。ウルフ・ウルシ、これがデビュー戦、緊張はしているがどんどん前に出ていきたい、その通りの試合になっています。さあ第2ラウンドです。両者ともに第1ラウンドはどんどん手数を出していって、この序盤もパンチを出していくハンマーアタック。しっかりジャブを打って、ジャブからのワンツー、右のストレートを狙っていきたいハンマーアタック。左のジャブ、いいジャブが出ている両者、ハンマーアタックの顔面を捉えている、右のストレートがいい、右のストレート、左、ワンツー、ワンツー、いいパンチが出ています。ウルフ、ハンマーアタックが入ってきたところ、しっかりカウンターを狙っています。相手の打ち終わりを狙っている、そう言っていた。右のストレート、ハンマーアタックの右のストレートが当たった、少しぐらついたか、ただパンチを返していきますウルフ。両者ともに激しいパンチの打ち合い、ジャブを起点にパンチを出していきます両者。どんどん前に出ているのはハンマーアタック、そのカウンターを狙っているのはウルフ、ウルフ・ウルシ、これがデビュー戦です。左のフック、右のストレートを返していった、右のボディには威力があります。しっかり打ち込んでいきます。左のジャブ、接近したときに両者のパンチが交差します。交錯して相手の顔面を捉えることができるかどうか、ボディに打ち込んでいく、もっと手を出せという陣営からの声。少し体力が落ちてきたが、第1ラウンドに比べて手数が減ってきているウルフ。左のジャブ、ジャブから右のストレートへとコンビネーションいけるかどうか、第2ラウンドも残り30秒になりました。ワンツー、右を返したウルフ、相手の打ち割り、ラッシュをかけていく、パンチを集める、相手の打ち割り、右の返して、そこからラッシュを返していきました。残り10秒、左のジャブ、打ち終わり、
ミノボディから右のストレート、最後ウルフルーシュの右のストレートが入りました。赤コーナーウルフルーシュへ勝が入れられました。もっと行けという陣営の声。第2ラウンド序盤の打ち合いのシーンです。ウルフ・ウルシのパンチを集める力、接近戦になったとき、最終終盤のラッシュのシーンです。どんどん前に出てパンチを打っていきます。顔面を捉えるシーンもありました、このウルフ・ウルシ。ただ先ほど陣営からカツを入れられて、もっと前に出ろと、そういう声も聞かれました。さあ試合は後半戦へと移っていきます。赤コーナーウルフウルシ、もっと前に出るという陣営からの声、その声を聞いてどんどん前に出ていけるかどうか。右顔に当たった、ラッシュをかけていく、ダウン、ダウンを奪ったウルフウルシ。陣営からの声、もっと手数を出していけという声、それを聞いてどんどん前に出ていったウルフ・ウルシ、ダウンを奪いました。再びダウンです。立ち上がることができるか、ハンマーアタック、立ち上がって試合再開。2度のダウンを奪ったウルフ・ウルシ、ラッシュをかけられるか、試合を止めましたウルフ・ウルシ勝利です。第3ラウンド、ウルフ・ウルシの KO 勝利で試合が終わりました。第2ラウンド終了後、もっと行けという陣営からの声を聞いて、最後は思い切ってパンチを集めていきました。第3ラウンド KO 勝利でデビュー戦を飾りました。地元のファンの前でウルフ・ウルシデビュー戦を KO 勝利で飾りました。2度目のダウンを奪った後、最後思い切ってラッシュをかけていったウルフ・ウルシ、この右のストレート、ガードの上からでもどんどんパンチを出していきました。枚方市、地元のファンの前で鮮やかな KO 勝利でデビュー戦を飾りましたウルフ・ウルシです。